ズバラケアの技術プリスト。はい、MC の橋本キアです。はい、KD から来ましたモカピンです。今日はゲストネクサセンスの島出裕太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この、ね、島出裕太選手を、ね、お迎えしてお送りするのは、はい、IBJJF のパン選手権、こちらの様子をねバッチリ見ていきたいと思います。じゃあ説教もお願いします。はい、橋本金也の柔術プリースト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一徹、イサミ、ベリーハードトゥーサブミット、ラスコンチェス、ヌマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は、オレンジカウンティーのアーバインで、3月の17日から20日の4日間にかけて行われた IBJJF のパン選手権の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、このパン選手権ですね、日本でもおなじみの選手たちがねがっちり出ております。そしてこの島田裕太選手も出ておりますのでね、その試合の数々見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。はい、ジブナイル1青帯スーパーヘビー決勝戦、イゴール田辺対ホベルト・フランシスコ・ジメネスです。はい、もう日本でもおなじみのイゴール田辺なんですけどね、はい、この対戦相手のねフランシスコ・ジメネス、かなりね強豪ということで、もうあの青帯のジブナイルなのにもモヤブランドのスポンサーがついてると。で最初からねこの一緒に見てたのがそのモヤの社長のジェシーと見てたんですけど、そしたらこいつは相当強いからチェックしろって言って、でまあイゴールも日本ではかなり強いぞって言って、日本のトップだからヨーロピアンチャンピオンだしって話をして迎えたのがこの試合なんですね。はい、すでに動きが大人顔負けな感じですよね。そうそうそう、けどスイープで先制したのはこのイゴール田辺、だから相手も積極的で、そうですね、これで流れでなんかいきますね。さあ今これ50-50からで、今のこれ、デラヒバでしょうか。はい、デラヒバガード、なんかもう力強いですね、もう大人に。そうだから、あのねイゴールもね結構もうガタイはでかいですからね。下になっちゃった。そう、スイープされちゃいましたね。下の方が自信ある選手なんですか、イゴールは。まあイゴールどっちもやりますね。で結構ガタイがでかいから日本だと上から攻めるパターンも多いかもしれないです。今の後転スイープもいいんじゃないですか、これ。だから2人とも本当に勢いがあるから、なんかそうまたなんかそう、ジブナイルってね、この15歳でもね、このスーパーヘビー級ってことでも80キロを超えてますからね、でかい、相当に、相当でかい。で、日本だったらアダルトでも全然勝ってますからね、イゴールは。で、今のところこれ一進一退の攻防な感じですよね、お互いスイープして。これ相手アリアンシのどこなんですか。この人がですね、あのアリアンシの本部じゃなくて、なんかスペイン語圏の南米の選手でしたね。やっぱお父さんも柔術やってて二世柔術家みたいです。はい、詳しい情報ちょっとわからないんですけども、フランシスコ・ジメネス。そしてもうこれも今バックじゃないですか、これバック張り付いてます。これ足を入れられたらバックマウント、腕でなんとか守ってる風に。うん、そうですね。さあどうか、あ、入ったか、腕ごと。これでもポイント的にはもうビッグポイント獲得ですね、バックマウントで。さあこれどうか、あー閉まっちゃいそうですね。あ、今ちょっとまだ逃げてるか、あーっと締めと腕十字、あ、腕十字ですね、腕十字に切り替わった。でもね、矢つき早に決めていく。
今これどういう状態ですか。これ腕十字のセットアップしてますね。これ帰るとやばい。おお戻した。いいですね、逃げました。だけどポイント的にはかなりのビハインドで、どうかこれ足か狙いか。これちょっと 50-50 っぽいポジションになってるんですけども、さあ今相手の足がそうですね、流れてないけど、そういう形ですね。これ上からこれ締め入ってます今のちょっとやや強引か。あ、けどこっから、あ、またバックだ。足を抜いてバックに行く。やっぱ今バック狙いが切れてますね。さあ50-50の攻防からいきなりバック、そして締め、おっと締め、あ、ちょっと入った、タップ、イゴール田辺タップ。フランスのジメネス優勝ですね。はい、ジムの間は青海オープンクラスヘビー準決勝、イゴール田辺対ホベルトフランシスコジメネスです。はい、このね、2回目の対戦、この無差別級も出てきました。でジュブナイルは、ライトとヘビーで2つに分かれてるんですけども、無差別級もそのヘビー級の方の準決勝戦で再び対決、はい、1日に、ね、2度同じ相手と対戦するっていうのはね、1回ね、締めで1本負けするだけちょっとどうでしょうか。そういう時にはどう思いますか、田島選手は。僕だったら結構大体前向きなんで、次はやってやろうみたいな、ポジティブですね。1本で決められちゃったらね、ちょっとどうなんだって思いますけどね。さあそういうネガティブなイメージをね、払拭できるか、イコール田辺。さあどうか。もう相手ずっと攻めますよね、あんまり受けないですよね、自分からって感じで。そうですね、動きがある感じです。止まらないですね。そうですね。そして足勘狙いのイゴール田辺。さあけどこの決まり具合はどうか。ジベニューの試合でも普通に 50-50 とか出るんですか。そうですね、ここら辺の人たちの試合も出ますね、50-50 も。おお、タックルうまい。結構不意をついたような形にも見えますけど、ね、あ、けどそこからまた、ね、上を取る。あ、けど上取れなかったですね。今の返しもうまい。さあレフリーの方を向いて無言のアピールかここ喋っちゃうといけないですからね。ホベルト・フランシスコ・ジメネス、アリアン氏の選手。はい、ゴール、ちょっとね、やっぱ先手を取られてますね。ちょっと後手後手に回ってる感はありますが、ラペラ巻きつけてちょっとね、そうそう、この客席から撮ってますからね、なんか撮れないんですよ、あの下では。それ若干遠い感じがしますね。そうなんですよ、すごい近くに。来年とかもアダルトで出てくるんですかね。いや、まだ10、だからこのジュブナイル1ってことは15歳っていうか16歳になった年なんで、まあ、来年はジュブナイル2ですね。まだ、だから中学3年生ですから、まだ中学卒業これからじゃないですか。すごいですね、さ、将来楽しみですよ、ね、です。あ、腕十字、あ、タップ、すごい、一瞬の隙を逃さず腕十字で1本、ね、2試合連続1本勝ち、ホベルト・フランシスコ・ジメネス。はい、マスター3黒帯ライトフェザー準決勝、エジソン・コボハナ対オマーサルムです。はい、オマーサルムね、このもう懐かしの選手ですよ。グレーシー巻いたホイラー・グレーシーの黒帯、うん、そのエジソンがね、1回戦だ、このトーナメント5人で、はい、5人じゃない、7人かな。でエジソンは1回戦シードだったんですね。でいきなりだから初日は計量だけでの体調万全でこの試合に挑んでる感じですね。もういきなり負けても3位っていうね、ブランケットに入りました。あ、けども、おお、
いきなりもうこれテイクダウンされてますね。ちょっと受け気味ですね。そうですね。ちょっとね今回ねかなり減量に苦労したんですよ。もう結構ヘロヘロになってましたからね。さあどうでしょうか、いつの籠原。このねオマーサルムもねもうかなりのベテランですからね。だから体勢大きくないですか相手。体身長差がちょっとあるような。そうエジソンはねかなり筋肉量がありますからね、ガタイがいいんですよね何気に。おっといきなりこれうまい、このね今のポジションの移行がスムーズ、引っ込み合わせてのパスというかそこから一気にバックに行って、このもういきなり締め狙われてますよこれ。どうかこれ、エジソン囲からどうか、まあよく死ぬ、今の締めにしのぎましたけども、まあここまで来れればそれと同じですね。そうですね。あそこからそう試合時間がねしかもこれ5分じゃないですか、マスター3なんで。さあ最初にねポイント取られちゃうとそれをね挽回するのはちょっと、おおうまい、今のね足、おおこれ一気にこれバックじゃないですか、入りましたねバックの4ポイント入ってくる6対0。さあこれ足をこれね足を取ってるのか、これ上取れば2ポイントじゃないですか、あけど上にならずにこれ 足を狙いに行きましたね。あー膝十字、さあ膝十字これ試合時間もう残り少ないぞこれ。さあ膝十字ちょっとかなりね相手も嫌がってますよ。さあエイジさんこれどう、おータイムアップ、最後にねちょっと足を取りかける場面あったんですけど6対0でほら敗れる、初戦敗退ですがいきなり3位入賞ですね、はい、オマーサルム強い、このあと決勝戦で、クローズアウトしてますね。はい、試合見ていただけましたがいかがだったでしょうか。はい、もうイゴール田辺日本だったらかなり青帯のトップクラスなんですよ、アダルトでも。それがジュブナイルでしかも2試合とも連続で一本負け、階級別は準優勝、無差別級3位ということでね、ゴールドメダル取れず、そしてエイジソン籠原もねもうかつての、ね、強豪オマーサルムに、ね、6対0、まあ、急にね試合出ること決めたということでね、まあ、練習量が足りなかったことで、その減量がしんどかったこと、まあいろいろありましたけど、まあ、3位入賞と、まあ、メダルは取ったものの初戦敗退という結果でしたね。はい、残念。はい、島田さんいかがだったでしょうか。まあ、ジブナイルそのイゴールとかやっぱり若いしすごく勢いがありますよね、動き展開が早いし、でもお互いにすごくなんかもう攻めて攻めてみたいな、あんまり受けないで、対照的にそのマスター3のエジソンさんとその相手の試合とかはやっぱもうベテランだから、もう一回いいポジションに行ったらしっかり抑えるというか、もう攻めてワンチャンスをね、はい、もう逃さないですよね、まあ、さっきのねその地面のやつもそうですけど、一回ポジションとすぐさま決めのねチャンスがあれば決めに行くっていう、その気を見るにねもうすごく長けた選手な感じしましたね。もうこの2人もねこれから、まあ、イゴールもエジソンも、エジソンもまあどうなんですかね試合は。イゴールはまだガンガン頑張りますから、はい、そんな感じですね。はい、 CM の後は今日のゲスト島田さんの試合を見ていただきます。それでは CM です。
柔術プリストセレクション。このコーナーはおすすめ商品、新商品を紹介するコーナーです。本日も東京イサミ中里店長にお越しいただきました。はい、イサミの中里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、春になりましたけど、はい、今日のおすすめ商品お願いします。はい、新年度のおすすめ商品何ですか。今回紹介する商品はこちらです。じゃじゃん、また DVD の、はい、リップペナプレギーザの50-50ガードですね。50-50やっぱまだね、はや、まあ、ついつい入っちゃうとかありますよね。はい、しかもまだ流行ってる技ですからね。はい、じゃあフィリップペナ選手最近本当そうですね、ちょっと調子が上がってきましたね。はい、一時期なんかその強いんだけどその表彰台に立てないとかずっと続いてて、やっと最近有名になってきた選手なんで。まあ、この DVD のコメントで本人が出しているのは、ブラジル国外では50-50ガードも誰も分かってないっていうので、もうまあ簡単に相手をこうひっくり返すことができるということで、はい、いろいろこれ2枚組ですね。あ、2枚組なんですね。はい、ことは結構見やすいのではないかっていうふうに、まあ、1枚で長くまとまっちゃうとそのチャプターなんでしょう、ずっと見ててここで途切れさせていこうみたいなのはないんですけど、2枚だったら今日はじゃあ1の半分とか、はい、今分けやすいかなと思うんですけどね。僕は 50-50 はもうやらないんですけど、で、まあ、ちょっとこの DVD そう難しそうだなと思って見たんですけど、まあ、でも50-50 の教則 DVD はやっぱり他にも一応見ます。で、今回これ見た感想はちょっとあれですね、あの知らない技がいっぱいあって、もうへーの連続です。へー、ボタンいります。へーボタン、いや、もうボタンあったらもう常にもう連打です。へーみたいな、ボタンごとに押すぐらいの本当そんな感じで、え、こっからバック行くんだとか、まあそっからそう行くんだっていう、もうそんなのばっかりですね。はい、まあ、もちろん僕は青帯なので、もう上の帯の人たちは知ってる技もあるとは思うんですけれども。本当ですか。え、まあもうそうです、もうちょっとこれはどうですかね、50-50 ダイヤホールとかも出してましたけど、まあ、どの技がね、どの人の型が自分に合うかなんて分からないですからね。あ、そうですね。だから50-50 の DVD がやっぱりたくさんあったとしても、やっぱいろんな人の見ておいて自分が試してみてどれが合うかってのはやっぱ自分が作っていくものなんで、やっぱ見るのはやっぱ勉強になると思います。はい、なのでこちらもぜひともチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。My name is Roberto Gordo. I will show you my favorite position from half guard.First, like I told you, first important thing, don't let he trying to control my head. I need to protect, you know, keep my elbow in and stay my side. Okay, now I'm gonna look into come inside, open this lapel and give to disarm here. Okay, now first one, slide and go into the back. This is the first option. Again, I'm here.Move, come inside, control, control here, and go to the back. ジュズプリスト。はい、ここからは島田さんの試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。もうダーシマのね、1回戦からね、準決勝まで全4試合。全試合完全収録ですよ。本人解説。はい。これもね、ぜひぜひ。見てください。はい、よろしくお願いします。はい、それでは VTR スタート。はい、アダルトチャービーライトフェザー1回戦、島田優太でアントニオ・ホセ・カサレスです。はい、このアリアンスですね、アントニオ・ホセ・カサレス、はい、この選手知ってましたか。いや、知らなかったです。あのセコンドはルーカス・レプリでしたね。あ、じゃあもうルーカス・レプリの門下生。はい、そこには行ったことないんで、うん、それブラジル人ですよね、アントニオ・ホセ。名前はいや、なメキシコかな、アントニオ・ホセとか言うと。ルーカス・レプリがセコンドっていうところはまたいいじゃないですか、ワールドチャンピオン。
けどダーシマンもねこのアリアン氏にちょっとかぶれてますからねどっちかというとアリアン氏どうなんだっていうところありますよ。まあそうですね、ムンジアとか行くとちょっと、うん、嫌われてる感たまに感じますね。ですよ本当に。さあ今のねパスカードもうまい足を上げてのけど相手もこのデラヒバガードしつこいですね。はい、もう事前にこの選手の情報とかは調べたんですか。もう一切調べてないです。調べず調べず一発勝負。普段は結構調べるんですけど、うん、今これまであの、うん、逆に今回は予備知識なしで全試合目の前に集中してやろうと思って。おお、なるほど、いいじゃないですか。森さんとかもいつもすごく調べてくれるんですけど、うんうんうん、そうですね、大丈夫ですって、いらねえと、リーモンさん余計なことすんなと、余計な情報入れるなと。いや本当に知られてますから森さん、これもったいなかったですね、しっかり、うん、締めね、うん、まあ浅かったですけど、ここまで戻されちゃうのはもったいないかなって感じです、うん。今回減量どうでしたか。減量はもういつもすごく楽で、うん、もう減りすぎないようにヨーロピアンでは減らしすぎたりして、うん、しヨーロピアンではね初戦敗退ですからね。いやだから結構初戦これ緊張しましたよ、なんか、うん、もう勝てねえんじゃねえかみたいな、またあの時みたいに動けないんじゃないかみたいな緊張はすごくあったんですけど、うん、まあ、体調は、うん、前回もいいと思って動けなかったけど今回はいいと感じて結構動けたんで良かったです。さあそしてパスガードでサイドコントロール、今この状態はどんな感じですか。まあ、首抱えてノースサウスチョークやろうかなとか、うん、まあ、相手もしくはギロチンチョークやろうかなと思ってて、うん、最近ダーシマはねギロチン得意してますからね。ここ1年くらいですね、試合でできるようになったのは。やっぱマルセリーニョに教わって、なんか、元から MG アクションとかで見て練習してたんですけど、うん、実際に初めて去年アカデミーに行って、うん、で生徒にやられたりして、やっぱ強い技だなって思って、それから特に練習を増やしてやりましたね。マルセロチーン、まあノースアーショーク浅いなとは思ってたんですけど、うん、まあ、別に抑え込みとして強いんでそんな焦んないでいました。うんうんうん、あ、けどここどうですか、ここどうだ、ここどうだ、おーっと、これはどうなんだ、これ危ない危ない、お、これはちょっとでもあの、うん、よくないな今のは。そうっすね、今ちょっと油断じゃないですか。そうかもしれない。明らかにこういうとこは全然まだちょっと余裕超えてた。いや別に余裕はないですけど、単純に下手なだけだと思います。まだまだ完成度が。あ、けどここでまたスイープですね。低いかなって感じです。うん、この相手の背中のトロなんでしょうか。僕もずっと気になってました。トロ柔術。これマグロですか。そういうのですか。あ、それまた上ですね。このくらいでちょっと相手疲れてるのは感じましたね、うんうんうん、粘りがなくなってくる感じとかがありました。さあ今またパスですか。同じですね、でまた首抱えて、さあ今これはどういう状況か。もうこれはもうさっきはこれ足抜いてノースターショック行ったんですけど、まあ、足絡まれたままギロチン狙ってます。はい、このさっきはトロですね。トロはスペイン語でね、お牛っていう意味ですね、やっぱこれスペインメキシコ人かもしれないですね。でギロチンで一本、さあこれがマルセリーニョの名を冠したマルセロチン、6分20秒一本勝ち。マルセロチン、アカデミーの人たちはマルセロチンって言わないんですよ。へぇ、周りの人が言ってるだけ。そうみたいです。なるほど、チョークボーイズアピールはい、アダルトサービーライトフェザー2回戦島田優太対クラベルソーザです。はい、このね個人的にこの2回戦が山だと思ってました。このクラベルソーザ、はい、このねブラジルのサンパウロハイアグレッシーチーム、かなりねこの選手もね強いんですよ。強いとはもう森さんから2回戦の強いの多分来るよみたいな、もうリーモーさんからも情報を得てた、はい、でも詳細は確認しなかったですけど、うん、まあ、予想通りこの人は。そうだからね、あのビデオ撮る人にもね2回戦は絶対撮っとけっていうことはね指令飛ばしてましたからこれは山だと思ってましたよ。
去年の紫ルース、あれ茶ルースか、紫ルースの2位ですよね。そうですね。どっちでしたっけ、準優勝です。で、紫のパンナムでは紫で、ライトフェザーで、あ、ライトフェザー出て、ムンジャルはルースターで出てると。トレベルソーザーで、このハイアグレッシーチーム、このサンパウロ、この道場行ったんですよ。その時もね、もう昼から夜から練習して、でこの道場のやっぱエースは女子のビアンカバジリオがやっぱすごい女子で紫帯で全部の大会優勝してるっていう、ね、大エースがいるんですけど、男子の中で一番生きのいいのはこの選手ですね、クレベルソーザ。ちょっと今これ何ですか、怪我？いや、巻いてたテーピングが切れて、そしたらなんかレフリーわざわざ止めて、でそんなテーピング外れるだけ止めるんですか、はい、でまた巻き直したんですよ。そんなんでいいんですか、これ。最初、ちょっと驚きましたよ、それに。こんなんあるんだ。そんなのありかと。まあ、いいけど、うん、でも止まるとは思わなかったんで。そう、クレベルソーザー。やっぱこれ、ルースターからね、上げてるから、パワー的にはどうでしたか？結構この体勢は多かったんですよ、このディープハーフガードみたいな。で、立ち上がろうとしたり、いろいろするんですけど、うんうん、立ち上がれても、やっぱちょっと力、スタンドが苦手なのはその時にすぐ感じて、うん、得意じゃないのは感じて、フィジカルは別に大丈夫、はい、大丈夫。柔道は何をやってるんですか。僕ですか、はあ、10年やってましたけど全然練習してないです。何段ですか。何段。初段です。あ、初段。中学生までは初段しか取れないんですよ、続けてても。さあ、ちょっと今これモニターの陰で見えない、これどういう状況だったか覚えてますか。あ、もうこのまたディープハーフです、うん、このディープハーフ。これでもうディープハーフ狙い、まあ、しつこかったですね。生きがいい、なんか元気が、元気もあるし、元気がある、元気がある。この人はクレベルソーザー、俺こいつから T シャツ買いましたから。クレベルソーザー T シャツ見てて笑っちゃいましただからけど、茶帯で自分モデルの T シャツがあるってすごくない。カスタグロッサーですよね。カスタグロッサー、テレレと同じオリジナル T シャツ。オリジナル T シャツ、オリ T ですよ、オリ T。 自分 T ですよ。持ってない、そんなの。もうしかもイラストだからねちょっとなんていうの、ちょっとリーゼントっぽい髪型とかな、シャクレアゴ。いい T シャツですよ、いい T シャツですよ、クレベルソーザー。再現度高いからな、ね、最初30ドルって言われましたから、結構ボルなこいつと思って。ここで買ったんですか。そう、まあ、20ドルに、ね、値下げしてくれましたけどお前高えよっつって。で、まあ、以前試合はハーフガードとディープハーフガード行ったり来たりで、うん、で僕が足抜いて抑え込もうとするんですけど、なんかラペラ掴まれたりしてアドバンテージがどんどん増えていく感じでしたね。やっぱそこら辺がね、ポイントは許さず、うん、アドバンテージで止めるっていうところですよね。まあ、立っててもそんなにテイクダウンを狙ってこなくて、はい、結局引き込むのかな。そう、クレベルソーザーはね、この形からの展開を作ろうとするんだけど、やっぱ男子もうまく潰してる感じがありました。ここから先はやらせないっていうか、でちょっとどん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 体力削られてる感は感じましたね。けどダーシュも逆に言えばパスはできない、できなかった。どうもちょっと危なかった、ね、そうたぶんこれね、もう諦めて引き込むみたいな、はい、普通だったらあそこねガンガン押すところだろうと思うんだけど、ちょっとできずっていう感じでしたね、クレベルソーザー。今またこれはまだハーフ、はい、もう最後の方までずっとこういう感じですね、うん、だからアドバンテージ重ねられても1回スイープしたらそうなんですよ、勝てるっていうそのワンチャンス狙いでしょう、はい、もう緊張感はあってずっとそれは自覚してたんで、うんうんうん、あんまりいい形じゃないのもあるけど自分も、まあ、無理していけずと、無理していけない。パスガード定評がある男子マンもパスできず、クレベルソーザー。で僕上着がちょっと大きめにわざと作ってあるので。それはなぜですか。ラペラ引き出されてもああいう風に動けるんですよ、うん、ああなるほど、そういう細かいテクニックが、足上げてまたいだり、うんうんうん、巻きつけられてもこうそういうと結構巻きタイトに巻きつけちゃうんですよね、うんうんうん、それは結構自由にできるんですか。
人によりますと小さくしてそもそも持たれにくいようにするか、うんうん、そう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 、ピチピチにするか、けどこのね道着はだってカスタムメイドだもんね、はい、アルマの、はい、名前ガン入ってますよね。そう島だっつってこれ受けいいっすよ外国人、うんだろうね、感じだし、おお、タイムアップ、ポイント的には0対0、アドバンテージ4対1で、ダーシマ2回戦勝利、はい、この山場2回戦乗り切りました、はい、手を挙げてアピール、ダーシマ、はい、アダルトチャービライトフェザー3回戦、島田優太対グレゴリオディアス・サンティーニです。フェニックス BJJ、この選手は知ってましたか？あ、これも情報は知らなかったですけど、うん、いやパッチか、これバルボーダですね、 B9、 けどグレゴルディアス・セサンティーニ、これイタリアンな感じしますね、イタリアンかフレンチか、セサンティーニですよ、すごい肩がなちょっとねヨーロッピアンな感じしますよね、ネーミングが。さあ今これ相手のバタフライガード、いやハーフガードをスプロールして外そうというところがクローズドガードに戻されましたね。今回クローズドガードに何度かやることが、うん、まあ、他の試合も含めて多かったですね。グレゴリオ・ディアス・セサンティーニ、うん、おこれはちょっと足を、これ足が効きますねこの選手、うん、さあ膝十字か、まあ、かなり結構浅かったんで、うんうん、そんな焦らずって感じですね。相手の股間を蹴って上になりましたがどうか、これ何今のこぼれは何もなし、何もなかったです、うん、そして次今三角締めにちょっと入ろうっていうようなところ、さあ担いでこれはどうか、またこれはこれちょっと時計締め、いやすごい、おっと脇をすくってこれまでハーフガード、お、いいですね、これで今アドバンテージ、ハーフガードのパスガードは結構好きなので、うんうんうん、これ密着系ですね、はい、密着して圧をかけていくパスガード、さあ両脇刺してますね、両脇を刺してまた今回もこのハーフガードからですが、どうかこのまだ足首は残っている、しつこかったですね、ここは結局やっぱり際なので、やっぱこういうところですね、この厚さに抜かせるかここで粘るかによって違いますからね、3ポイントのアドバンテージの差はありかなり大きい、あそして反対側にスイッチ、やっぱパスガードはね左右ですね、左右の切り替えが大事、あそしてパス成功、ついに関連したか、セサンティーニ、そうですね、もう止まりましたね、動きが、ここでちょっとね、諦めな感はありますね、で、2、4もさらにポイントを追加、はい、5対0ですか、はい、さあ、まだ脇をすくっていますね、どうでしょうか、さあサイドコントロール、左右にスイッチしているかどうか、けどまだ相手も、ね、ガードに戻せない、ここからもうここでノースサウスチョーク狙いですね、うん、そうノースサウスはねあのアタックかけてもリスクないですからね、はい、ダメだったら離せばいいっていう、はい、さあノースサウスチョーク、ちょっとこれね脳技でね、脳技のテクニックだと思うんですけど、ドゥースでもね決まりますね、はい、さあちょっと、あおった1本がっちり押さえてノーサウチョーク、これ嬉しかったですね、結構ずっとここ最近ずっと練習してて、はあ、試合で初めて決めれたんで、3分57秒試合時間半分でちょうど決まりましたね、はい、アダルトチャービライトフェザー準決勝、島田優太対ニックボーリです。さあこれがねメダルのね3位を確定しましたが、はい、決勝戦進出をかけてこの戦い、ニックボーリですよ、ニックもね、AOJ のね、かなりエースですよ。このね、メンデス兄弟のお気に入りですから、ニック・ボーリー。一回日本にも来てますね。
その時にはね、あの去年のコパブルテリアで来て、その時はフェザー出て負けちゃってますけどね。さあこの試合ではどうか、ニック・ボーリー突っ込んでいったニック、そして上からパスを狙うのはダーシマ。おっ、ちょっとこれは今三角か。さあニック、ニックの印象どうですか。まあガードが上手い選手で、結構モダンな、トレンドなスタイルやるなっていう印象ですね。焦っちゃったんですよね、なんか。そうですね。けどまあプレッシャーかけてます。で今足がちょっと一瞬入って、ちょっとオモプラッタ風な、これ足入ってますか。あ、今のはもうタップ。入ってすぐさまタップ。なんと1分14秒。オモプラッタからの腕十字、腕十字とかアームロック。はい、なんとあっさり1本負け。秒殺ですね。ニック・ボーリーに敗れて3位入賞、決勝戦進出ならず。そうですね。まあニックもこの試合勝ちましたけど、決勝で負けましたね。はい、島田さんの試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もう1回戦1本勝ち、2回戦はアドバンテージ勝ち、で3回戦が1本勝ち、準決勝で1本負け。この結果どうですか、島田選手。まあ、負けた、まあ、勝った試合も負けた試合も、まあ、練習と同じパターンだったなっていう感じですね。勝った試合も本当決めた技も練習で普段から、やってたことですし、で負けたパターンも普段の練習で何度か食らってたポジションだったので、やっぱり試合では練習以上のこと出ないなとはすごく痛感しました。なんか試合だから練習以上にやろうとすると逆にうまくいかないなって思います。やっぱ練習でやってきたことをどれだけ試合で自信を持って、やれるかが、そうですね、普段から気をつけるのが大切かなって今回は感じました。まあね、ヨーロピアン初戦敗退ですね。でそれでパンナムで一応3位入賞で、続くムンジアル、さあここでどうかと。去年が3位ですね。3位です。今年はどうか、どうですか。まあ、手応えは全然あります。優勝できる、まあ、毎回優勝しますって言ってできないんで、もうそんな軽々しく言わないし、簡単なことじゃないのは分かってるんであんま言わないですけど、まあ、あの表彰台、まあ、僕今回負けたニック選手とか、まあ、優勝選手もいますけど、そんなに自分自身と差はないと思うんですよね。やり方間違えなければ、今回ニック選手とかやってもっといい勝負、いい勝負して違う結果になったかもしれないし、だから、まあ、全力出して負けたら、まあ、本当練習不足だと思いますけど、まあ、全力出せるように出し切れてないと。まあそれで負けたらもうしょうがないですよ、もう、とにかく出して、で それがうまく出せれば全然あの上に立ってる人たちには勝つチャンス全然あると感じてるんで、もちろん勝つつもりで次も行きます。はい、6月のムンジャル、ダーシマ選手期待したいと思います。ありがとうございます。はい、それでは CM です。IBJJF パン選手権2016の試合を見ていただきましたが、振り返っていかがだったでしょうか。はい、もう日本でもね、もう頑張ってるイゴール、そしてエジソン、そして、ダーシマ、この3選手の試合にね、特化してみたんですけども、まあ日本で結構活躍してる選手が海外でどうなのかっていうところがね、やっぱね、国際試合のすごい醍醐味だと思うので、ね、これからもね、もうそういった選手たちの動向を追っていきたいと思います。いかがだったですか。まあ、改めてですけど、あのパン選手権はもうプレムンジアルっていう感じですね。今回出てきた、僕の階級に関してはヨーロピアン優勝した選手が出てて、
で、まあ、優勝した選手は去年ムンジャル3位だった選手で、ニック選手だって、まあ、どの大会でも優勝候補に上がるような選手なので、もうパン選手権のレベルも相当、まあ、僕の階級はもう自分が出てたんで詳しく知ってるつもりですけど、他の階級も見てるともうプレムンジャルって感じですごくレベルが高かったんで、うん、改めて大きい大会だなって思いました。はい、そんなね、ダーシマさんのね、6月そのムンジャルの意気込みどうですか？はい、結構自分自身ちょっと時間がかかる、なんだろうな、練習すれば短期間も実力上がってる感じが今特にするので、まあ、6月に向けてもう時間そんなにないですけど、今より確実に強くなって、そして優勝を狙っていきたいと思います。はい、この道具は何ですか？チョークボーイズっていう、はい、ニューヨークのブランドなんですけど、うん、まだあの販売はしてなくて、うん、試作をいただいて着てます。え、裏地も可愛いですね。裏地は派手なんです。裏地も派手なんですよ。これ可愛いなと思いました。はい、青丸と赤丸、青丸と赤丸 で、ね、で基本的にはもうこれだけでシンプルです。ズボンにちょっと入ってるぐらいですかね。ここね、あ、はい、タグがそれもニューヨークトゥリオチョークボーイズ。なるほど、2011年からあるんだ。意外とあるんですよ。意外とあるんですね、はい、ここ最近のブランドだと思ってたけど、これもこれから発売と、はい、ラッシュも、ラッシュはもうホームページ で日本にも発送してくれるんで、うん、そうですね、俺も T シャツ買いましたね。はい、発送のトラブルとかもありましたけども、はい、こちらの方もぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。これもニューヨークですからね。はい、じゃあ最後意気込みお願いします。はい、橋本欣也の柔術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一徹、イサミ、ベリーハードトゥーサブミット、ナスコンチェス、ヌマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本欣也の柔術プリスト、次週はですね、イーストジャパン ASJJF ですね、こちらの試合行きたいと思います。また来週までかかります。さよなら。